FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト。こんにちは、新和野です。 EK Radio 火曜日は韓国の最新情報や音楽、カルチャーを紹介するエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当の凛太郎くんの質問に答えます。質問は、しんくん、美味しいキムチの食べ方教えてくださいということなんですけど、美味しいキムチの食べ方は僕が思うに、本当にあったかい白ご飯にこう冷たいキムチを一回乗せてそのまんま食べるのが一番かなと思います。それか、その初めてでそういう生で食べるのがちょっと苦手な方もいると思うんですけど、そういう方はサムギョプサルを食べるんじゃないですか。サムギョプサルの横に一緒に乗せて焼いちゃうんですよ、キムチを。キムチを焼いて食べれば最高にうまいです。そういう食べ方で食べてみてください。僕、シンにメッセージください。メールアドレスは、shin@fmyokohama.jp運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。さあ、オープニングナンバーはこの曲です。ニュージーンズ、ハイボーイ。I just want you on my phone right now. I just wanna hear mine. Cause I know what you like, boy. You're my chemical light, boy. 내 지난 날들은 눈 뜨면 있는 꿈. Hi boy, 너만 원해. Hi boy, 내가 전해. And we can go high. I just want you on my phone right now. I just wanna hear mine. Cause I know what you like, boy. You're my chemical light, boy. 내 지난 날들은 눈 뜨면 있는 꿈. High boy, 너만 원해. High boy, 내가 전해. We can go high. お送りしたのはニュージーンズハイポイでした。新和野がお送りしている FM 横浜 AK Radio 火曜日の神秘ナイト。ここで皆さんからいただいたメールを読みます。ラジオネームスイカさん、昨日イオンにいたら韓国の柔軟剤を見つけました、もしかして新くんも使っているのかなと思いました。韓国で人気と書いていましたが、新くんはどんな香りの柔軟剤を使っているのか気になりますということなんですけれども、そうですね、柔軟剤僕は、匂いよりは、
一人暮らししてる家が外の空気で洗濯物を乾かせない状況なので部屋で乾かしてるんですね。だから部屋専用、部屋で乾かす専用の柔軟剤があるんですよ。それを使っています。はい。匂いは確かなんか、でも匂いっていうか、あの柔軟剤っていうけど、なんか基本的に酢で作られてるっていう、なんか消毒もできる酢で基本的に作られて、その匂いはないんだけど、匂いはいい匂いんだけど、酢で基本的に作られて、なんか洗濯すると消毒もできるっていうことのものを使っているんですけどね。それまあいいかどうかはまあわかんないんですけど、まあ一応使っています。柔軟剤は。でもあんまりそんな気にしないタイプかもしれません。ということで、はい、スイカさんメッセージありがとうございました。次、ラジオネームリンさん。シンクンアンニョン、リンです。まずはお帰りなさい。お疲れ様でした。ありがとう。合宿で車の免許を、取りに行く予定なんですが、2週間という短い間で私に免許が取れるのか不安です。シンクに応援してもらえると、頑張れるので応援メッセージお願いします。これからも頑張ってください。ずっとずっと応援します。さらげようということなんですけれども、僕も免許を多分2週間か3週間で取ったと思うんですけど、できますよ十分。免許を取るのは、本当に、こう、なんて言うんですかね、安全に対して、本当に、こう、注意だけすれば、本当に大丈夫だと思うので、そこをね、何年が経っても変わらない気持ちが大事なんですけど、運転っていうものは、慣れていけば慣れていくほど、なんて自信ができちゃって、危ない状況になることもあるってよく聞いたので、最後の最後まで、気を抜かずに頑張ってみてください。そしたら絶対リンちゃんできると思いますよ。頑張ってください。メッセージありがとう。次、ラジオネームなっぺちゃん。しんくん、こんばんは。こんばんは。先日特典会お久しぶりにしんくんに会えて嬉しかったです。待ち時間に話すことをまとめていましたが、いざ、しんくんを目の前にして話してたら涙が溢れてきてまともに話せませんでした。でもその間ずっと優しく見守ってくれて嬉しかったです。改めてずっと待っていてよかったなと思いました。今度は泣かずしんくんとお話できるように頑張ります。これからもずっと大好きですっていうことですけどね。こう待っている3年間ね、大変な思いをさせてしまったんだろうなって、もっと皆さんのためにこれからはね頑張らなきゃなとすごい思いました。本当にこれから皆さんが泣くことないように笑顔にできるように、これからも本当に一生懸命頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。なっぺさん、ありがとうございました。次、ラジオネームミカさんからです。しんくんが考える韓国のデートコースを教えてください。しんくんが美味しそうに、ご飯を食べてる姿が見たいです。はい。韓国のデートコースね、どこがいいんだろう。僕はね、前も言った通りハンガンっていう川があるんですけど、ソウルの真ん中を通ってる大きな川なんですけど、そこの公園がすごい綺麗なので、デートスポットとしては最高じゃないかなと思います。ぜひ行ってみてください。しんくんが美味しそうにご飯を食べる姿が見たいということは、多分ねこれからもうオープンしているこう YouTube のところでも確認できると思うので、皆さんぜひ登録して僕がいろんな姿を見せるところをチェックしてみてくださいね。ミカさん、メッセージありがとう。次、ラジオネームナナさんからです。シンくん、アンニョン。私も小さい時にウサギを、飼っていたことがあるよ。幼稚園の時だったから、名前も覚えてないけど、昔飼っていたからかウサギは好きな動物トップ3に入るくらい好きです。しんくんの好きな動物トップ3が急に、気になったから、よかったら教えてください。ちなみに私の好きな動物1位は猫です。僕も1位は猫です。猫のこう全ての仕草が愛おしくて大好きです。次は、犬です。犬は本当に飼っているし、本当に飼い主しかわからない、動物なので本当に愛おしい、本当に大好きで、本当に犬はもう好きすぎる。でも猫も好きですっていうことで、3は、どれにしようかな。トップ3の3は多分ねトラだと思います。トラかっこいいし、やっぱ猫に近いですよね。猫に近い、同じ猫科の動物だし、なんか
かっこいい猫を見ている感じがしていて、トラが好きな、シンくんでした。ということで、トップ3を決めましたが、ウサギは入ってなかったですよね。ナナさんはこう、ウサギをトップ3入っているんですけど、1位は同じです。猫です。ということで、メッセージありがとうございました。はい、僕シンにメッセージまだまだください。シン、アットマーク、fmyokohama.jp、shin、アットマーク、fmyokohama.jp。ここでシンからお知らせです。シンオのジャパンオフィシャルウェブサイトがオープンしました。皆さんぜひチェックしてみてください。そして僕の YouTube チャンネルオープンしました。皆さんまだまだチェックしてない方はチェックしてみてください。じゃあ次の曲はこの曲です。シンオのセレナで。お送りしたのはシノアのセレナデでした。シンの韓国語カルチャー主せよ。ここでは僕が韓国語を教えちゃいます。今回は洗濯にまつわる韓国語です。さっきメールにも柔軟剤の話が出てきたので面白いですね。ちょうど今日のテーマと合ってました。はい、じゃあ言いたいと思います。まず洗濯、洗濯はバレ、バレ、洗濯はバレ、マネ。はい、よくできました。次は洗濯機、洗濯機はセタッキ、セタッキ、これはまあ近いですよね。セタッキ、マネ。はい、よくできました。そしてすすぐは変語だ、変語だ、マネ。はい、そして脱水はタルス、タルス、マネ。いやー、皆さん 100% 合ってましたよ。じゃあ次は根性、乾燥、乾燥は根性、根性です、根性、マネ。はい、いいですね。次は洗濯洗剤、洗濯洗剤はセタクセジェ、セタクセジェ、マネ。
はい、これは難しかったんですけどよくできました。次は柔軟剤です。柔軟剤はソミュユヤンジェ、難しいですね。ソミュユヤンジェ、ソミュユヤンジェ、マネ、はい、よくできました。次は洗濯バサミです。洗濯バサミはバレジプケ、バレジプケ、マネ、はい、よくできました。そして干すのが一番大変ですよね。干すはノルダ、ノルダ、マネ、はい、よくできました。今日はちょっとね数が多かったのでもう一回言いながら、締めくくりたいと思います。洗濯はバレ、洗濯機はセタッキ、すすぐはヘングダ、脱水はタルス、乾燥は根性、洗濯洗剤はセタクセジェ、柔軟剤はソミュユヤンジェ、洗濯バサミはバレジッケ、ホスはノルダ。以上でした。次の曲いきましょう。ユンドヨン、サランエンナバ。お送りしたのはユンドヤンサランエンナバでした。真の日本おいしい発見、こ
ここでは僕が気になっている日本の食べ物を紹介します。今回は鎌倉のお菓子くるみっこです。このお菓子すごく大人気で、すぐに売り切れてしまいます。キャラメルにくるみがぎっしり入っています。食べてみたいと思います。まずはね、本当に可愛いパッケージになっていて、オープンも簡単にできるようにしていますね。じゃあオープンしてみます。じゃあ開けたので、じゃあ食べてみたいと思います。うん、これは本当に美味しい。うん、キャラメル味もしてくるみもあってすごい美味しいです。甘いし、でもその甘さがなんか甘さでなんか飽きることあるんじゃないですか。そういう甘さじゃなくて、ちゃんとこう美味しいぐらいのこう甘さを持っていて、すごい美味しいです。韓国でもこのような、食べ物があるんですけど、それはホズガジャって言います。くるみお菓子って言うんですけれども、ホズガジャって言います。韓国の地域チョナンっていう場所ですごく有名な、お菓子なんですけれども、僕のお父さんの、地元です。なのでよく昔から食べていたんですけど、そのお菓子とすごい似ているような感じもします。韓国で、このホドガジャっていうものは、高速道路の、サービスエリアに行くとよく、見つけられるので、韓国のサービスエリアに行く方は、ぜひ食べてみてください。多分比べたら、あ、これ似てると思うかもしれないし、あ、ちょっとこれは違うっていうことがあるかもしれないです。違うと思うところは、韓国のフドゴジャにはあんこも一緒に入ってるので、その甘さがちょっと違うと思うんですけど、僕はこのくるみっこの方が好きかなと思います。なぜなら、多分ね、お父さんの地元だから昔からね、ずっとホドガジャを食べて、食べ飽きたから、多分こっちの方がもっと新鮮で美味しいっていう感じはしますけど、皆さんもぜひ食べてみてくださいね。じゃあ次は皆さんに感謝する気持ちを込めてこの曲です。김동률감사。살아있을
送りしたのは金동률감사でした。FM 横浜 EK Radio 新野がお送りした FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイトいかがでしたか。僕新にメッセージや何かやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。新アットマーク FM 横浜 .jp SHIN アットマーク FM 横浜 .jp 運転中の方はメール送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあここで明日担当の隼人くんに僕から質問します。隼人くん、くるみって好きですか。それでは最後は新の今日の一言。3月もよろしく。みんな大好き。FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト、新ウォノでした。アンニョー。